吉田さん、親孝行ね。私も他の人に押し付けるつもりはありませんけども、今聞かれれば、やっぱ親孝行ができるね、この環境に感謝かなと思うんですよ。というのが、親が子供に我が身を変えてでも子供の幸せを願っているということを、考えたり行動に移したり子供に伝えなければ、きっとね、親孝行しようなんて思わないですし、いざ子供が親に親孝行しようと思っても子供のね精神力がそこまで育ってなかったら、け親なんて当たり前だよとかね、親は子供のために生きるもんだよみたいにひねくれて終わりだと思うんですよ。でそう考えたら私も紆余曲折あって、親を恨んだこともあったりもしたんですけどもね。けど今こういうふうに暮らしを成り立たせてもらって、まず第一に怪我もなくね、安全に、食べるものに不自由もなく、でかい体に育ってもらったなと思うんですよ。もちろん裕福であったり贅沢をしたとは思ってませんけども、けどひもじくて困るってことはなかったですし、寒くて眠れないってこともなかったですしね。私が望んで何かをしてくれってこともほとんどなかったんですけども、けどそれだけ満たされていたんですよね、きっとね。で満たされすぎていてグレるところがなかったんで腹が立ってグレたみたいなね。私の場合そんな感じでした。通常ね、家庭がどうとかね、親がなんか虐待とかね、子供が全然愛されてないってことを感じてなんかグレるね、自分の存在に気づいてほしくて悪いことするみたいなのありましたけど、私の場合はね、何も文句つけるところがない親だったんでグレる理由がねえじゃねえかって感じでグレましたけどもね。もう困ったもんですよ。女性関係でもいろいろとね、後掃除してもらったりとかしましたけども、なんと言いますかね、今こうして親になったからじゃないんですよ。自分の人生が随分、軌道修正できてね、ビジネスによって私はもう自分の正気を取り戻したんでしょうね。このまま死んでもいいやと思ってたわけなんですよ、実は。やるだけやって後悔ねえな、もう死んでもいいやと、どうせ長生きしてもいいことはねえやと、まずは親に合わせる顔がないと思ってましたね。電話の一本もせずに何年も経つし、そもそも、里帰りする金もねえよと、どんなこんなね家を飛び出して情けない姿になって借金抱えて、合わせる顔があるんだと思いましたよね。だからね、もうちょっと進んだら多分私の考えはもっともっと腐ってね、親が早く死んだらその遺産が入るのにぐらい思ってたかもしれないですね。本当バカ野郎だったらですね、その時は。でも今こうしてビジネスによって人生が軌道修正されて自分の家族ができてね、で結構暇なんですよ。でお金も別に大贅沢できるほどあるわけではないですけども、基本的に私使うことがないんで、たまにでかい買い物するんですけどね。じゃあ隠居なんかきっかけにね、家もボーンと一発買うし、親に小遣いなどやってみるかと思ったわけですよ。で未だにあげてるんですよね、お父さんにもお母さんにもあげてると。でその他に1年かけて、家族旅行しようって誘ってね、それがねすごいですよ、1ヶ月に1箇所ぐらいはしてましたね。でこれは全国48都道府県47都道府県速稼塾の塾生さんに会う旅と合わせてです。ですから場所によっては私の母親が速稼塾のね、そのオフ会に参加したみたいなこともありましたけどもね。なかなか面白かったです。で、主に母親なんですけども、一緒に旅をして母親の地元を訪れていろんなことをインタビューしました。ここでどんな思い出があったのって、そしたらいろいろ語ってくれるわけですよ。じゃあここではこういうふうなことがあったんだねって言ったらね、そしたらこういうふうに答えるみたいなね。これね、私が YouTube とか対談を通じて人の話を引き出すっていうね、このインタビュアーとしての素養が育ってきたから、よりいい動画になったと思うんですよ。そういう意味で言うと本当にビジネスがね、私の親子関係まで改善してくれたのかなというふうに思います。でここでまたね繰り返し思うんですけども、親が子供の育て方をちょっとねミスってたりしたら、きっと私がねまだ幼児期とか幼少期の頃に重大なね怪我をして、親の不注意でもしかしたらもう片手がねこう落ちた状態で育ったかもしれないし、なんて言いますかね、乱暴な運転をするような、飲酒運転するような父親だったら交通事故に巻き込まれて、それこそ半身不随で20代30代って過ごしてたかもしれませんし、
真面目にコツコツできるような両親じゃなかったら、まあ、ムカつく上司をぶん殴って会社辞めたったみたいな感じでね、経済的に困窮したかもしれませんし、うちのね家計ってのはね、ギャンブルもないしね、浮気もないしね、酒はちょっと飲んでるか、タバコもないんですよ、うん、で楽しみっていうと地域活動なんですよね。私の母親はずっと三味線の師匠をして家元までやってますけども、その芸が好きなんですよね、歌うこととかステージ舞台に出ることが。でそのまんまその趣味が収入になってますから、うん、やっぱりね、まあ、いわゆる主婦の方よりも人脈、見識、作法、礼儀、所作、こういったものが出来上がってきて、春夏秋冬全てのね行事っていうのがありますね。節分までやりますね、十五夜とか、うん、本当になんか任侠の家みたいですよ、そうなって考えると、うん、でお正月はおとそいまだに飲みますしね、うん、本当になんかザ日本人みたいな暮らしを送ってます。で今隠居してね、それを私も5年も付き合ってるっていうか一緒にやってみるとね、あ結構いいなと。この親孝行ってのは余裕がないとできないですね。で私の思い出ちょっとね、ここまでざっくり振り返ったんですけども、対してですね、私と同じ年代のロスジェネの皆さんは、親孝行する暇もなく親がねやっぱり亡くなってしまったりとか介護付けになってしまったりとかして、で自分自身も安定した職に就けずにお金に困って、なんか寝たきりの両親に、なんか保証人のハンコを押してもらいに行ったみたいな例も聞いてね、本当にね、お金がないってことってのは本当になんか苦しいなとかね、まあ、惨めな思いもしてんだろうなと思って、だから一人でも多くね、私同じ世代の人間を稼いでもらいたい。でも結構根性がいります、お金を稼ぐってことは。だって誰しもお金払いたくないわけじゃないですか。その払いたくないって気持ちと裏腹にお金を払っていただくほどの価値提供とかをしなければなりませんし、信頼関係を作んなきゃいけないんですよね。じゃあ人はどんな人に信頼を燃やすかっていうと、凡事徹底する人でしょうね。え、まだ YouTube やってんの、まだ速稼塾やってんの、え、ドリアカまだあんのみたいなね、うん、こういうふうに自分で何かことを立ち上げて何年経ってもやっているみたいなね、そんな誰もができないレベルまで何かをやった人に対して人は信頼をする、そして自分のお金を預けてみようと思うんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、継続することっていうのは全てを成就させるんではないかなと思います。でも残念ながら会社勤めを継続しても信頼信用されるのはその会社の人に対してなんですよね。だから副収入をやろうと思ったらこれはまた別の信用がいるんですよ。もちろん一流企業に勤めていて何かしらの実績があれば、一部上場企業の何々部長が始めた事業って形でね、一定の信頼を集めることができますけども、まあでもね、そんなものは今あんまり武器にならないでしょうね。それこそなんか京セラの社長をやったことがありますみたいな人が何かビジネスを始めるなら別ですけども、なんかパソコン一台でやるビジネスってやっぱりね、花から信用されませんからね。でも現実この世界にチャンスがあるわけなんですよ。私は40歳までもうどうしようもない、いつ死んでもいいような人生だったんですけども、逆に40過ぎていつ死んでもいいような人生になりました。この意味わかりますかね。いつ死んでもいいような人生、この意味が全く変わったんですよ、同じ言葉なのに。じゃあ次回行ってみましょうか。いってらっしゃい。